動画のご視聴ありがとうございます。夢崎みむです。スカイ続きやっていきましょう。ということで今回はなんかね、いたずらの日々、いたずらな日々っていうイベント、ハロウィンイベントかなが始まったみたいなので、多分ね、このいかにもハロウィン仮装っぽい格好をしている、後ろかぼちゃだね、これかぼちゃかぼちゃ、イントネーションおかしかったな。かぼちゃみたいなつけてて、いかにもハロウィンですよって格好、あ、クモの巣だ、ハロウィンっぽい格好してる人がいるんで、この人に話しかければ多分いけるのかな。あ、伝説によれば血のように赤き月が昇るんだって。そうなんだ。そこに書庫、なるほど、書庫に行けってことか。あ、なんか出た、ヤッホー、いたずらのヘラルド、ヘラルドっていうの、なんかかっこいい名前だね。テレポート、オッケー、これでいけるかな。ねえ、またまた鼻声ですけど、まあいつも鼻声なんですけど。でもね、いつもね、一応ずっと見てくれてる方、うわーすごい、ハロウィンだ。アホみたいな反応しちゃって、続けて見てくれてる方からしたらもう分かってうるせえよって話かもしんないんですけど、もしかしたらね、これが初めて見る方とかもいるかもしれないので言っておくと、まあ鼻声です。すごく最近寒いのもあって鼻声に箸がかかっております。何かしらで鼻声に箸がかかってる毎日です。これは燃やせばいいのか。てか何ここ、部屋、部屋の中、しゃべる。こんにちは、こんにちは、元気だね意外と。ちょ、顔が見えない。あ、歩いた、ちょ、ついていこう。あ、こっち部屋、おー消えるんだ。なんで私がここにいるかって、去年ちょっとした騒動を起こしちゃったでしょ。知らない、そうなの。なのでお掃除係に任命されました。男、女、どっちだろう、性別とか概念ないかな、精霊さん。あ、女か。私がクローン13号なのは、ボスには C だよ。クローン13号？クローンなの？クロ、しかも13号。結構いったね。2号とかじゃないんだ。あ、ねえこれ。そうだ、アトラスの猫ちゃん見てない？アトラスの猫ちゃん見てない。あれ、かぼちゃ。待って、かぼちゃいつの間にかいっぱい消えてる。この前びっくりさせちゃって。そして何？それから出てきてくれないの？くれないの？ちょっと、みんないるから心配なんだよね。心配だね、それは。見れるからかぼちゃがいつの間にか消されちゃってた。あれ、自分が消さなくても、みんなが消したら消えるもんだね、これは。とりあえず、じゃあついていくか。何してんの？見えない、見えない。なに、ここ、トイレ？トイレ、蓋ないの？ねえ。あ、ちょ、どこ、どこ行った、どこ行った？ないない、何してんの？わあ、なんだこれ、ブラックホール飼ってんの？ね、ブラックホール飼ってんの？ちょっとアングル的に見えづらいよ。いなくなっちゃった。あれ、クローン13号ちゃんいなくなっちゃったよ。ちょっとオカマっぽく読んだ方が面白かったかもな。もう面白さを。あ、なんかあれじゃない、今までに行った場所が飾られてるよね、これ写真。すごい、よいしょ。これどこだろう、楽園、うん、上光ってる。あ、上のも返してほしいとこ。で、ここキッチン。なんか、あれだね、今までに見たことがないパターンの感じだね、見た目が。家って。なんか、スカイで室内って珍しくない？ま、室内っちゃ室内だなって場所はあったけど、え、これどうやって開けんの？あ、開いた。あ、開けてくれた？ありがとう。あ、待って、カニいなかった？今。いる、え？襲ってこない。え、カニが襲ってこないよ。すげえ。仲間、ここのカニは。それとも何？いつもはなんか、役柄として襲ってきてくれてた感じ？それでここ事務所的な？事務所だからもう休んでていいやみたいな感じ？なんだ、いつもそういう感じだったんだ。お勤めご苦労様です、いつも。ありがとうございます。あ、これはなるんだ。こっちからは攻撃できちゃうんだね。ごめん。いいよ。ひっくり返なくていいよ。ごめんね。ちょっとソファーの上乗せとくか。はい、この子も。ごめん、ひっくり返しちゃった。これ攻撃するつもりなかったんだ。ごめんね。ちょっとそこでおとなしく休んでて。で、ああ、開いた。レコーディング場みたい。鳴ってる。ちょっと音開けるね。ほら、音楽が鳴ってる。おお、すげえ。これあれだね、防音加工になってんだね、壁。吸音材がある。ごめん、カニの鳴き声がすっごい聞こえるわ。ごめんね。誰戻った？戻ってないね。ごめんね。ギューカギューカ言ってる。こっちは？あ、いた。あ、これ指で、おー、すげえ。指で動かせんだ。おー、光った。なにこれ、犬？
あ、こっち見える部屋が。え、かわいい。乗れない。あ、すげえ、フレンドたちと一緒に旅に出かけるところの写真かな。そっちの部屋も、ちょっとドアの開け方分かったんで、よいしょ。な、どうした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 、なんかすげえ音したけど、どこで何が起きたの。ない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 。どこどこどこ、外どこ、何何の音。水面じゃ、うわ、びっくりした。え、うわー、エビ、音下げよう。音下げよう。エビの声はうるせえわ。エビもうちょいさ、声の音量考えてくんねえかな。いつもうるせえんだよ、エビ。エビめっちゃいいんじゃん、普通に。精霊助けとく。うわ、うるさい、うるさい。うるさいよ。もうちょい、楽しくなれる声にしようよ。光が消えてしまう。え、どこ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 、あ、上、あ、そっちね。オッケー。カニ、カニの部屋か。あ、いたいたいた。よいしょ。はい。ピザパーティーピザパーティーやんの、ここで。あ、よしよしよし。ごめんな、カニ。もうちょっとしたら戻ると思うから。そっち。よいしょ。ここなんだ、二次会もピザパ、ピザ好きだね。いいな、ピザあんま食ってないな、最近。すっごい体勢になっちゃった、今。よいしょよいしょ。会議室かな。これなんだろうね、オフィスみたいだよね、ここ全体的に。あー、こんなとこにいた。よいしょ。ピザばっかり。嫌なんかい。好きで食ってんじゃねえんだ。ピザばっかりってことはちょっと気にしてんだ。あれ消えた。え、消えちゃった。セレさん、ピザだね。ピザ、ピザあるね。ここでピザ食ってたんか。これが何なんだろうね。これ手つないでいいもんなの、なんか手のマークあるけど。てかトイレなんかい、ここも。見えない見えない。え、手つなぐ、その前に外出た方がいいのかな。外出ようか、一回。なんというお買い得品なのでしょう。証人がいる。じゃあ奥は何もなかったよね。出るか。あ、なにこれ。灯したよ。あ、閉められる。あ、ごめん。出れんのね。よかったよかった。閉じ込めちゃったかと思った。うわ、エビいる。エビいるな。あっか。空あっか。うわ、エビ。エビめっちゃ普通にいいんだけど。すごいな。回るところ多いね。すごいな、ハロウィン。鼻声で喋りづらいのが悔やまれるわ。もっとテキパキいっぱい喋りたいんだけどさ、喋りづらいんだよね。いつものことなんですけどね。すいません。一応まだまだ底辺し、うわ、ビュー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 。いるいるいるる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 るい。あ、大丈夫なんだ。ちょっと、さっきから若干入ってんだけどな、ライト。あ、やべ。あ、意外とバレない。まだまだね、底辺、新人、ゲーム実況者なんで、断るごとにっていうか、まだそんなに知名度はないから、つどつど鼻声だっていうことは言っていきます。あ、好きだ。お、あ、あら。なんだこれ。おー、誰か食われた。大丈夫？あ、入れた。なにこれ。う？なにここ、撮影所みたい。え？なに？お？ 1。 おー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 おお。なにこれ、シャボン玉？赤。赤ないね。この色、水色ないね。黄色ない。このさ、光る色の場所に行けば撮影してくれるのかなとも思ったけど、ないね、赤とか。色合わせればいいんだ。これ黄色でしょ、黄色。あ、合ってんな。合ってんな、色。じゃあそっちは、そっちはなんだ。うわー、白い。あ、なんか質が違うね、床の。カンカ言うと、あー、オッケーオッケー。そういうことか。エビエビエビ。さあ、え、どっからそれ。あー、この穴か。うー、足見えてる、足見えてる。エビしょ、突き抜けてるよ、突き抜けちゃってるよ。あ、お着替えができる。そう、ハープはね、手に入れたんですよね。マントは手に入れてないですけど。でもハープしか手に入れてないですね。よいしょ。いや、スズメちゃんのままで、マクスタちゃん、マクスタちゃんのこのありのままの姿で冒険したいので。まあでも2周目になったから、いつかちょっと全部全身コーデしてみるか、自分のセンスで。車走んの、もしかして。はい。おお、すげえ、エンジンかかったよ。座れる。おお、オープンザドア。
オープンザドアじゃないね。ノットオープンザドアでも入れちゃったよ。こんにちは。誰もいませんね。なんかうつむいちゃってるよ。ごめん、ごめん、マグサちゃん。そらそんな顔にもなるわな。お、なにこれ。あ、これもシェアスペースかな。あ、メッセージか。雲が。おーおお。大丈夫、変なとこたどり着かない？よく変なとこたどり着くんだけど、自分。あ、裏。裏来ちゃった。あ、やべ。うわー、やば。やっぱ来ちゃったよ、変なとこ。なんかいつも変なとこ来ちゃうんだよね。ごめんね。あー、すごい、よく構造が見えますね。行ってない部屋あるかな。そしたから、絶対覗いちゃいけないアングルから一緒に見てるけど。なにこれ、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 なんか浮いてるんだけど、怖い怖い怖い。怖いよ。ほらほら、ホラーだよ。え？ボーンって今、なったけど。わ、すごい真っ暗。こいつ何こいつ。こいつ、こいつはそういう生き物なの？ちょ、帰らして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 よ。はい、まあね、実況者たるものね、みんなが行かないような場所に行ったり探検したりして、それを動画に残すのが醍醐味だと思うので、ちょっと待って、どこここ、うわうわ、ちょ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 、エビエビエビ、あ、もしかしてこれカニもそうだけどエビも襲ってこない感じ。あ、てか上あんじゃん。なんだ、あるんだね上。おお、やった、大量だ。なんかこいつだけ色違う、あ、違くはないわ。なにこれ、どうぞ。わあ、え、これだ、え、だ、どっち、大丈夫、どっち、あ、大丈夫そう。え、どっち襲ってくるよ、君襲ってくる。あ、こっから、こっから、あー、襲われんじゃん。なんで襲われんのかよ、襲われないのかと思った。あ、ありがとう。ありがとう、ありがとうございます。一つ戻してもらえた。なんだ、カニも襲ってこないからエビも襲ってこないかと思って全然普通にいちゃったよ。助けてくれた人ありがとうございます。大丈夫だよね。大丈夫だよね。おー、近い、おー近い。え、なにこれ。はい、作動。え、これでいい。うわー、飛んだ。これ乗れる？エビ待って。やば。やばいやば。やばいやばい。やばいやばい。何でもないです。何でもないです。いやいやいや、大丈夫なんだ。大丈夫。大丈夫。動いてる。何こいつ。さっき見たやつじゃん。君、空の上にいたんだ。乗れた？あ、乗れてるわ。君なんか変なところで出会っちゃったよ、さっき。うわ、月近っ。すげえ。うわ、エビいっぱいいる。てか、エビ乗れたね、さっきね。あれ何？あ、アヒルの船じゃね？船って呼んだら、あのサザエの船さんみたいになっちゃうけど、ほら、よいしょ。あ、これもあれか、フレンドさんと喋るみたいな。フレンドいないな。その代わりにエビが近づいてきてる気がする。すっげえ気持ち悪い形で、形動きで。これ何なんだろう。よいしょ。お、どこ行くんだ。あー、書庫に戻るのか。なるほどね。じゃあ一回戻ってさ、あのブラックホール、ブラ手つなげるブラックホールいたじゃないですか。あれ手つないでみようか。いやー、エビ攻撃、あー、いや、カボチャになってる。あの人はいる、いる、大丈夫。よいしょ。あれいない、あれいない。あー、出てきた。出てくんのかい。見てるし、しゃべろ。伝説によれば、血のように赤き月が昇るんだって聞いたな、さっき。よし、もう一回テレポートさせてもらいます。で、あの、ブラックホールみたいなとこ行ってみよう。あと、エビには普通に気をつけよう。よし、これ。これこれこれ。はい。ああ、飲み込まれた。大丈夫？大丈夫？大丈夫？え？戦闘とかできないよ、今。二周目入ったばっかり、あの、全然、カチカチ、カニ、穴？はい？エビ近、あ、す、え、おお、乗った。うわ、すごい、うわ、ちょ、エビ仲間？ちょっと待って、これ。あー、ちょっと待って、落ちちゃったよ。落ちちゃった。動かしたら、あー、なにこれ。待って。一つ見ていきたいんで、ちょっと。まず、このエリアから見させてください。うわ、すご。こっち向こうか。はい。
これあのリポーターみたいな立ち姿だからさ、今回訪れましたのはカチカチカニ穴でございます、すごいマガマガしいですねみたいな感じで、あ、エビ何回も来るんだね、なるほどなるほど。じゃあどうしようかな、下先に探索しようかな、あーでも上先に探索しようか。じゃあエビが来るのを待ちます。あ、来た来た来た、はい、おお。アングル変えらんないのかな、アングル変えらんないわアングル変えらんないからこのまま乗ってます。ちょっとアングル変えてすごいすごい、ちょっと見えないね、エビの触覚で見えないアングルになっちゃったけど、わすごいすごい、わすごい、わすごいすごいんだけど、すごいんだけど、おおずろろろろ、どこ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 行くどこ行くどこ行く、おおすっごい勢いで行くんだね、うわジェットコースターみたいだね、ジェットコースター乗ってる気ないけどあれかな、ジェットコースター乗ってる気ないからここで味わしてくれてるのかな、ありがとう、すごいな迫力と勢いが、めっちゃエンターテイナーじゃんエビ、動きがすごい、うわすごい、ちょちょ楽しいのかなこれ、エビも楽しんでる感じかな、誰か乗せてこうやってなんかアトラクションみたいに動くの好きなんかな、エビ、もう左押したらすぐに落ちちゃうんだね。なるほどね。ここは何？ここさっきの場所？あ、さっきの場所だね。じゃあちょっと下降りてみよう。はい。ああ、エビが。ちっこいエビが。あ、なに？おーおーおー、すげえ。なにこれ？噴射する。おーっとーん。おー。すげえ、わー。墓かこれは。墓なのか？いっぱいあるぞ。あ、うん？なにあれ？精霊さん？精霊さん？なにこれ？なんだ、わかんねえすごいふよふよ動いてるけど、え、精霊、わあ落ちちゃった、ほうき、あ、コウモリになった、え、コウモリでもねえわ、ん、なんだこれ、ああ、さっきの人と誰か、スキッドモア、ねえ今何の音、嘘だろサマンサ、またなのか、あー絶対ボスに怒られる、なんだかよくわからないけどきっと良くないことをするつもりだよ、結構喋るの早いな二人とも、どうして僕らいつもこうなるんだ、ってことはなんだ、どうしたらいい、これ女っていうかオカマか喋り方がどうしたらいいって、あ、私に任せなさいとマクサちゃん、援軍が必要だ、いいかな、タリーと養子を見つけてくるんだ、そういえばジェノバは確か穴の底に来ていたような、いろいろ追いついてね、あなたが探してきてよちょっと、なあ探しに行く前にこの大鍋をグズグズ煮立せていってくれないか、あ、私がですか、了解しました、グツグツすればいいのね、それ何、果物、あーはい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 意外としっかりお願いしてくれるんだ、了解しました、あ、かぼちゃ背負ってるカニかわいいな、こう見るとカニかわいいね、よいしょ、あ、ちょっと今記念写真撮ろうとしたのに行かないでくださいよ、ちょ、いたずら好きな感じかい、あ、なるほどね、え、これ、あ、もらえるんだ、すごい、もらえるものはもらってきます、ヘアスタイル魔法、ケープ魔法はさっきもあったね、持ち物魔法もさっきあったね、全部魔法なんだ一応。え、なんかやってみる？魔法なら。はい、やってみよう。よいしょ。どんな髪型になるかな？あ！おー！ロングカールヘアだ。言い慣れてない。この方と同じだね、カンジさんと。上から聞こえるあのきしむような音はなんだ？あ、エビだ、エビ。エビだよ、きしむ音は。エビなんであんなきしむ音すんだろうね。骨骨しいからかな。あ、うわあ、なになな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 な、ごめん。え、You can cancel spells by double tapping this。うん？カニさん、カニさん、写真撮らせてカニさん。ははっ、可愛い。あ、動いてる猫じゃん猫。ちょっと触らしてよ。なにこれ？身長変化魔法？あ、いいえ、キャンセルしないです。なんか、え、いろいろなんか出てなかった？なんで？触らしてよ。え、これ羽失ってないよね？失ってないね。大丈夫だ。よかったよかった。あ、はい。
これやればグツグツなるのかな。お、おう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 、周りがグツグツしてんね。あ、グツグツした。緑色。ヨシがお菓子が欲しいって言ったのは見つけて伝えてあげなって言った今。ヨシって誰？ヨシ、ヨシの前にもうみんなわかんないけど誰だか。ちょっと猫近づかんとこ危ないから。上でふよふよしてんのは何なんだろう。てかお前ら働け。頼みやするけど何もやんねんだな。よいしょ。ちょっと飛ばすなって。すごい飛ばすじゃん。なんかどんどん灰がまとわりつく感じになってんだけど。あ、これクモの巣。よいしょよいしょ。お、あ、水？ん？あれ？君誰？よし？も、もしもし？これ動いてる？クローン42号。どんだけいいんだって。42号。失礼します。ボツアンのプールへようこそ。ボツアンなんだここ。ボツアン、ボツじゃないね、ここにある時点で。ちょっと、なになになに、本当にひどいからここにあるのがお似合いなの。ああ、なるほど。わかった。ねえ、去年の衣装を探してるんでしょう。あ、へえ、ここで購入できるんだ。いたずらのあんたらかんたらいっぱいあんな。レトロ感が足りない。じゃあ、ナットに聞いてみよう。ナット、ナットもいいの。ナットは誰？これって、あ、くっつける。すげえ。クモの巣だからちゃんとくっつける。すげえ。あ、鼻が詰まってきた。鼻が詰まってきたよ。助けて。二人とも誰かいたよ。あ、猫ちゃん。よいしょ。あ、なにこれ、イガグリだ。あ、色戻った。よかった。おーおお、なんか、すごいことになってる。おーおー、すげえすげえすげえ。これって乗れる？あ、乗れる。あ、すげえ、魔女ちゃん。魔女が言えなかった今。魔女ちゃん。ちょっと待って。見たいものがいっぱいあるぞ。こっちは何？あ、焚き火。焚き火でもな、あー、だだ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 だ、どうしたどうした。おー、すげー。パーティーだ。パーティーだよ。ハロウィンパーティーだ。ハロウィンも特に予定ないから、ちょっとここで。あ、水中ではできないんだ。おー、緑。おーおーおー。水場を離れ、穴を掘れる高さのある場所に移動しましょう。どこ？それどこ？穴を掘れる高さ？あ、何？うわー、なにそれ。え、そんなのできんの。いくよ。おーい。かわいい。あ、ちょっとね、猫じゃん、猫じゃん、猫じゃん。よし。ほい。驚けよ。あ、ごめん。ごめん。ごめん。ごめんって。なんか変な感じになっちゃった。走り方おかしくなっちゃったよ。どうしたどうした。え、これ猫の影響？あ、なんかある。よいしょ。あ、開いた開いた。走んのが早い。おーおー、階段がすごいすごいすごい。めっちゃ連なってる。ミニ魔法はどこだったかな。ん？誰誰？あ、誰かいる。顔が見えない。回しても見えない。あ、見えた。あ、そこにいたんだ。ヒゲ生えてんの？ミニ魔法？何それ？おお。ちょっと、走るスピードがすごくて、追いつかない追いつかない。よし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 。うわー、すげえ。でもこれ早く走りたいときに便利だね。でもちょっと慣れてない場所でこの速さはちょっと。よしよしよ。あ、逃げね。ごめん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 って。あ、これ羽減るじゃん。ここデザイナーたちがシステムを悪用してるなんて信じたくないよ。そうだね、信じたくないね。それは、あ、キャンセルできるよって。ベルアイコンを押せば。君は誰の暗黒ね、暗黒竜猫？暗黒竜猫？竜いるかなそれ。暗黒猫じゃダメなんだ。暗黒竜猫なんだ。とても小さいものだけがここを通り抜けられるでしょう。じゃあさっきの状態で通り抜け、でも身長変化してるよね。ヘアスタイルを、じゃあキャンセルして、これを使う。これでどうだ？いけた！よし！ヘアスタイルイガグリになってるよ。すごく暗い。暗くてわからん。うわ、びっくりした。あ、そうだ。そうだった。あの猫がいると戻っちゃうんだった。てか、これは、ここまでで正解なのかな？物語っていうか、できることとしては。あの猫に戻されて終わっちゃうのかな？なにこれ。あ、いた。お？うわ。なんだ？ん？うわー、いた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 。
あ、なにこれ。はい、獲得します。暗黒竜払い魔法、払い魔法なんてあるんだ。これはカニストーン魔法、なにこれ。払い魔法、払い魔法持っとくか。よし、持っとこう。もう一ついけるな。これカニストーン魔法使ったらさ、よいしょ、カニこれか。地面に沈み、あああれか、一回やったね。これは、わあ、え死ぬて、おい。ごめん、実況者としてはいけないリアクションをしたね、今。もっと、うわーとか言えばよかったんだけど、死ぬ、単純に死ぬ手が出てしまった。死ぬって。入れる？これ。これ入れる？痛いよ、君。入れさせてよ。入れ、頑張れ、入れ。よし。あ、いけちゃった。ごめんな、さっきから。いけちゃいけない場所ばっか言ってるよね。ごめんね。でもね、操作が下手すぎるがゆえに変な場所ばっか行けちゃうんだよね。なんだ、ゴーゴー。戻ろう。壁に埋まっちゃいました。自分。あーい。いるな。そこで待機してる槍も見えるな。これさ、普通に外のさ、ここ、雲乗ってったらどうなる？さて、また変な空間にたどり着いてしまうのでしょうか。でもなんかぶつかるな、壁らしきものに。おー、すげえ。めっちゃ雲。うわー、エビいっぱいいる。うわ、一番上の層まで来れました。よし、じゃあ今日はなんだかんだ1時間ぐらい撮っちゃったんで、まあ、編集したら、そこまでにはならないかもしれないけど、収録時間的には、乗れないかな。よいしょ。あ、乗れねえわ。はい、ということで最後エビに乗ってお別れしようと思います。ハロウィンいたずらな日々だったかな、ね、いたずらな日々初めて今回、イベントというかそのシーズンやってみたんですが、めちゃくちゃなんかボリューム満点で、なんか最初オフィスみたいなところに来たかと思えばこんな感じでこうエビの上にも乗れるという、まあ、最初ね、あの調子乗って普通にエビに攻撃されないんじゃねえかなって思って普通にしてたらめちゃくちゃ羽蹴散らされちゃったんですけど、助けてもらったりもしながら猫ちゃんなんかに威嚇されたり飛ばされたり、ハロウィン限定のキャラクターかな、あの2人いたよね。結構会話も、精霊の会話も多くて、カボチャ乗せたカニとかもいて、いろんなキャラクターだったりイベントだったり、あと魔法とかもね、楽しめましたので、今日はここまでにしようと思います。もしかしたらこのシーズン内でまたもう一回撮れたらもう一回ハロウィンの、こうやって楽しんでいこうと思うので、まあ、そうじゃなくてもね、スカイは続けて実況していくので、よかったら次も楽しんでもらえたら幸いです。ではここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなんかしていただけたら幸いです。チャンネル登録者様500人目指して毎日投稿頑張っておりますので、500人行きましたらライブ 2D タイムを手に入れて、この表情とか動きも込みで、実況がお届けできるので、よかったらそちら気になるよとか、あと応援したいなって思ってもらえたらチャンネル登録ポチッと押してもらえたらとても嬉しいです。ではまた次の実況でお会いしましょう。エビとマクスタちゃんの、まあ、マクスタちゃんこれ暗黒竜猫の呪い魔法をかけられて真っ黒なんですけど、まあ、暗黒竜の上乗ってるから一家お揃いってことで、では今回は珍しくエビとのお別れになりますが、エビとマクスタちゃんと夢咲でした。ではまた次の実況でお会いしましょう。バイバイ。